アマゾンにミニカー頼んだんですけど、また袋で送ってきて、ほら、箱のミニカーなんですよ、箱入りの。もう、潰れてないよなぁ。あ、なんとか無事そうだけど、確実に圧がかかってるね。曲がってますね。ちょっとさ、もう。いや、これ系を、もう、袋で送るのやめてくんないかなぁ。時か。お疲れ様です。散々検討に検討重ねて最安値で買ったつもりが直後にもっと安いのを見つけちゃうジャンクスタイルです。いや、ミニ GT のあの C8 コルベットなんですけど、これね、 Amazon で買ったんですよ。ミニ GT ね、貧乏人がね、見え張っちゃってさ。んで、これ、あ、いくらだ ?1500 円ぐらいだったのかな。他サイト見ても売り切れだったりもっと高かったりしたんで、これ選んで買ったんですけど、まあ今日届いたんですけど、届く時にあの配送状況見るじゃないですか。そしたらこれ、あの左ハンドルなんですよ。ミニ GT って左ハンドル右ハンドル出して、まあ左ハンドルなんですよね。そうで、右ハンドルと左ハンドルで結構値段が違うっていうか、定価一緒なんだけど、その後のね、あの市場価格が変わってくるっていうね。で、多分これ左ハンドルのが人気なんですかね。1500円ちょっとぐらいだったんですけど、右ハンドルね、2、300円安かったわ。アマゾンでも。はい。ま、でもまあ2、300円でかいですよね。1割、2割変わってくるってことですからね。で、まあ早速こちら届いたっていうか、買ったのがこの間、この C8 のコルベットを比較動画、作ってたら、なんかどんどん比較したくなっちゃって、そこまでね、そこまで極端にっていうか、特別好きな車種でもなかったのに、なんかね、いろいろ探しちゃって、で、ミニ GT の他に、なんだろう、オートワールドか、とグリーンライトが出てたんですけど、あ、まあ出てたというか、あったんですけど、やたら高いんで、まあお手頃なこれにしたっていうね。色はね、もうちょっとね、濃いかと思ったら、結構薄いっすね。ホイールこんな感じ。で、ミニ GT 特有の、抜けてるけど抜けすぎのやつ。ほら、後ろ透けて見えてるでしょ?こんな感じで。細部塗装なんか綺麗ですよね。クリアパーツはまってるし。中も塗られてんのかすげえな。うん。まあ、1500円ぐらいだったら、全然いいっすよね。ちょっと最近バグっちゃってて、あの、1500円ぐらいでちょうどいいなんて言ってるけどね。あの、もう、なんだろう、今までというか去年の今ぐらい、1年前ぐらいなんかは、1500円、ミニカーに1500円かなんて思ってたんですけどね。で、この辺、塗られてますね、きっちり。きっちりじゃないけどね。まあ、ある程度、塗装がしてあって、ここ印刷もしてありますね。悪くない1台ですよね。あ、ここ軟質ね。ミニ GT 軟質なんで、割といいけど油断してたら折れるらしいですね。これついてるんですよね、この羽。これ、いらなかったかなと思うんですけどね。ここ担当ね、ここ、はい。ちょ、同じような色合いのトミカと比べると、全然違うね。これ私、あの、今日撮影する前に実写の画像等々を見てね、ちょっとだけ勉強したんですけど、うん、あの、ミニ GT ちょっと細いかな、若干ね。ただ、トミカちょっとてっぷりしすぎですね。ただ、あ、スケール違うのもあるんですよね。64分の1と、トミカは62分の1なんで。ま、この辺の作りなんかちょっと全然違いますね。サイドを見ると。うん。ま、トミカもかなり頑張ってはいるんですけど、あと、モールドの、なんだ、形なんかは、まあ、同じ車なんで一緒なんですけど、こんな感じですね。うん。トミカ決して悪くないけど、ちょっとでっぷりしすぎかな、スケール感を考えても。次、同じ青系で、ホットウィールですね。これね、これね、サイズ感がほとんど同じなんですよね、ホットウィール。ホットウィールちっちゃいのかなと思ったけど、ほとんど同じぐらいですね、ミニ GT と比べると。まあ、ミニ GT が、正確かどうかわかんないですけど、ほぼほぼスケール感同じですね。もちろんホイールの大きさ違いますよ。で、こんな感じ。なんか、ホットウィール結構頑張ってんなって感じです。もっと買っときゃよかったな。もう店頭ないかな、さすがに。
ココのね作りも割と、まあ、塗り分けはされてないんですけど、ミニ GT 近いかなと思って、この辺のアレンジなんかが、なんだろう、ホットウィル特有のね、ホイールのほら前と後ろで違うんで、この辺のアレンジはしてあるけど、ただね、意外とって言ったら失礼だけど、ホットウィルいいっすね。ミニ GT の方が薄いな。長さは同じなんで、スケールは多分ほぼほぼ同じなんでしょうけど、ボディの厚みがね、ちょっとホットウィールのが厚いかなって感じですけど、わかんないレベルですね。わかんないレベル。わかります。それはわかりますけど、片や、いくらだ ?385 円ぐらい、これで1500円ぐらいでしょ ?4 つぐらい買えるわけですよ。うん、4分の1ぐらいの値段で、これ買えるのは、ホットウィール結構いいんじゃないかな。で、マッチボックスですね。これ、さっきの31サイズ系と比べると、ちょっとちっちゃかったんですけど、やっぱね、ミニ GT と比べてもこのぐらい。全然ちっちゃいですね。長さもこんな感じだし。若干ちょっとやっぱトミカに近いアレンジかな。ちょっとてっぷりしたイメージですね。で、長さは、なんだろう、マッチボックスの方が短いのに、なんだろう、ボディの、薄さっていうのをほとんど同じぐらいなんで、その辺がね、やっぱちょっとてっぷりしたイメージになっちゃってるのかなと思います。いいけど、モールドがちょっと曖昧なんですよね。こうフロントあたりわかるかな。この2台はね、きちんとモールド掘られてたんですけど、省略してあるんですよね。で、この辺、ルーフなんかも、ちょっと曖昧な感じ、微妙になってるんで、まあ、普通かな。この辺がちょっとやっぱ曖昧なんですよ、この辺とかね、ダクト部分っていうのかな、全体的にぼやけた印象になってますね。あの黒でちょっと見づらいっていうのもあるんでしょうけど、そもそものモールドが掘られてないっていうか作られてないんで、いや意外でしたね。もっとあのミニ GT と比べて遜色ないのってマッチボックスかなって実は思ってたんですよね、実際比べて、見る前はね。ただね、ちょっとあやふやすぎるっすね。スタイリングも悪いし、モールドもちょっとあやふやだし、造形自体があまり良くないかな。じゃあ今日はまあこんな感じで、コルベットの CA と比べてみたんですけど、まあ値段差があるからね、比べるのもどうかと思うんですけど、意外とホットウィルが良かったっていうか、ミニ GT に近い感じですね。あ、もっと買っときゃよかった、やっぱ。いや、これスーパードレジャーハント見つけたからさ、もういいや、もう一台あればいいやとか余裕ぶっこいてたけど、こうしてみたらかっこいいわ。で、やっぱりミニ GT ね、後ろの3台に比べてね、随分価格差があるんで、まあそれくらいのね作りじゃないと逆に困るんですけど、これかっこいいわな。もうちょっとね、濃い色が良かったかなと思うんですけど、まあまとめると、ミニ GT はお値段なりに良かったですよ。ホットウィルって結構頑張ってんだね。トミカって、あれ、てっぷりしてない?まあスケール的に62分の1でちょっと大きめだけど、それにしてもてっぷりしてんな。で、マッチボックスは、なんだかぼやけた印象して、モールドは甘々だし、そもそもなかったりとかして、まあ車種によってね、違うと思うんですけど、こんな感じですね。だからメーカーごとによってやっぱり作り全然違いますね。だから、なんだろう、まあ、後ろの羽別にしても、トミカとこう並べて同じ車種だよって言われても、ちょっとピンとこないぐらい全然違うんですよね。うん、トミカ見ただけで、うん、トミカと他のやつ、31のね、マッチボックスとホットイール比べてもそこまで感じなかった違和感っていうのが、がぜん出てきますね。ここまで違うと。うん、やっぱホットイール頑張ってんな。あ、トミカファンの方怒らないでくださいね。もしかすると、トミカが正確で、ミニ GT もちょっとアレンジされすぎなのかもしれないですけど、それにしても結構違いますね。まあ、ミニ GT のC8 のコルベット、ちょっと見かけづらくなった。見かけなくなった。まだまだ売ってますけどね。Amazon なんかで。もしよかったらね、手に取られてみてはいかがでしょうか。もう皆さんボーナス出たでしょ?まあミニ GT に関してはね、そこまで数をね、たくさん買えるわけじゃないですけど、またね、できれば紹介したいなと思います。まあ今回は以上ですね。まあ、比較してみて意外な結果だったんで、個人的には面白かったんですけど、皆さんどうですかね。
じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。